こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらの2つの手染め糸を使って2トーンの靴下を編んでみたいと思います。こっちをつま先、こっちをかかとの方にメインの方の色にするので、えー、桜の花みたいな春っぽい靴下になると思います。ということでこちらを2つに分けてこんな風に巻いております。 でなんかこう見た目はちょっと細い感じがしますいつもの4本よりよりなんかちょっと細めな感じでこんな黄色が時々入っていたり基本的にこうピンクな感じですで実はもう編んでおりますじゃーんちょっと暗いかなこんな感じで 編んでいます。黄色いブツブツが入っていました。ピンクも濃いところがあったり、薄いところがあったりします。で、このピーナッツモナカの箱にですね、ちょうどピチッと入って、で、外側から取ってるんですけど、それでもこう、取りやすいというか、このまんまで、ちょっと自分の方に斜めに置いて編んでいました。で、 つま先の方で切り替えるというんじゃなくて、ツートンカラーにしたかったので、一個ちょっと外れてたので直しながら話しますね。なので、ちょっと10センチくらい編みました。うんと、今回は25センチのを作りたいので、作りたい長さのマイナス6センチ、19センチぐらいがこうつま先、このつま先の部分になると思うんですけど、で、そのうちの、まあ、半分ちょいぐらいが、 このピンクという風にして10センチぐらいにしました。で、パキッと色変えをしたいのでえっ、ー、と。いつもの4段かかるけど、4段続けてこう編んでくっつける方法でいきたいと思います。えーとこっちから始まったので、こっちに向かって編んでいきます。ちょっと今日暗くてごめんなさいね。 で細いので、いつもは5段で1センチのところ6段ぐらいかかっている感じがします。後でもう少ししたらもうちゃんと長さを測ってみたいと思います。なので、えっ、ー、と、34目にしました。こう巻いてる時に、あの、糸巻き機で巻いて、あ、玉巻き機か <laughs>。で巻いてる時に、こう押さえて、ちょっと圧力をかけるときに、あ、もう細いなって思ったので、 ちょっと32目じゃなくて34目にしていますいつもはこの0号針で編んでいますが32目にしています。に白やとあと4目。 これを入れ替えて、ピーナッツも中の箱に後で入れ替えたいと思います。こっちの方が薄い水色ですね。ちょっと糸出しすぎたかな。二、三、四。 つなががりましたがでもまだ一周ピンクで編みますよ。つま先はまん丸まる,まるつま先で編んだのですがなのでえっ、ー、と最初4分の1だから8目でスタートして、えー、34目にしたかったので34四 引く6で28目までずーっと増し目をするっていうパターンでいきました。にしろやとあと2目ですね。ちょっと細い分長い道のりになるかもしれませんがこの毛糸も可愛くて楽しんで編んでおります。 こういう細い毛糸でちまちま編むっていうのもいいですよね。ずっとリ右サみにするしそんなに難しいことはないかなと耐えれればいいのかなと思います。23。逆にもう少し太い針でこう隙間があって柔らかく編むでもいいかもしれませんね。もし細い糸だったらね。 夏とか透かし編みとかにしたいらいいのかもしれませんね。あとこの間2本取りの靴下を編んだのですが、この2本で編むっていうのもありじゃないかなと思うし、もうこれでね、赤ちゃん用の靴下編見たくてしょうがないです。前もこのピンクアーモンドみたいなピンクの色でしたよね。で、まだピンクのまんまでもう一段編みます。 一段編んできました。ちょっとここが違和感があるのが分かるでしょうかえー、と下の段大きい目になったり奥に行ったり手前奥手前奥ってなってますよね。これが、えー、とこのまま編むとそうなってしまうので、えー、と一段まままピンクののでで編むのです。このあと青を編むとポコポコしたのがすごい目立つので。 なので一段ピンクを入れてごまかしましたまあ糸始末を私のようにしなければ別にちゃんとこうくるくるすればこの作業はしなくていいと思うんですがではいよいよこの水色で編みたいと思いますこっちピンクのところが固定されてないのですごい大きい目になってますが後で引っ張れば大丈夫ですこんな風にしてこれが3段目。 3段目は新しい糸で編む1段目は最後の10目で糸始末して2段目は古い糸でそのまんま編む青がつながったまんまです新しい糸がつながったまんまで3段目は新しい糸で編んでで4段目だけちょっと忙しいですが4段目を後で取りたいと思います ちょっと、いつものオパールケイトと、いつものオパールケイトと比べてあれなんですが、硬い感じがしますね。もしかしたら、水通ししたらふわっとなるかもしれないし、でもだから、こう、細いのかなと。よりがきついのか、まあ、でも、糸によって特徴があると思うし、でも、そういう感触だなというのを、 覚えててでサイズを調整しいいいいくとといいかなと思いますやっぱり一回編んでみないとわからないと思うし今回は玉巻き機の時にちょっと予測しましたがもしわからない場合は編んでみてうんあのちっちゃいなって思ったらこう3段編んで2目増して作りたい太さにあ幅に目数に持っていった後に 足を入れてもうん、ちょっとちっちゃいなと思ったらまた4段編んでで2目増やすとかってするといいと思いますこう切り替わったという感じではないですねこの水色がね春らしいこの手染め糸ちょっとメーカーはわからないんですが あるらしい色です最後のあの糸始末したところなのでちょっと硬い感じがしますが最後余さってないですねこうですね。でこっち引っ張れば大丈夫です。朝倉っぽいかもしれません こちらは4月9日に撮影していますが、えー、とまだ桜は咲いていてません青森は、えー、一番有名な弘前城がに桜がすごい数植えられているんですがちょうどゴールデンウィークの4月29日最近はそれより早くなったかなぐらいに満開になる感じでそれが散ってお堀とかにもう桜の 皮みたいな感じで、一面こういう感じになります。で、ひっくり返して、あ、こういう青い点もあるんですね。次、四段目。ここがね、ややこしいんです。で、それ終わったら、この、絡まりもね、切ることができるのですっきりしますよ。四段目。えっ、ー、と、ピンクをこっちに。 持って行って糸始末しながら行きます下から上に一目だけ引き上げて段差をなくしますとピンクの下にして一目編む上で編むという糸始末をします3 4 5 6 78910個終わったので糸を切ることができます。 なんか、桜色に染める染め物の話、中学校の時の国語の教科書に載ってたと思うんですけど、桜色のに染めるのに、桜の花びらを使ったかと思ったら、木の皮を使ったとかっていう話覚えていませんかああ、いいかも、いいかも。そう、それで、桜のその色は木の中に秘められていて咲くまで、 花が咲くまでそこで待っているみたいな話だったと思うんですけど木の幹の色この下からこう弾引き上げて段差をなくしますでこの糸の下を通って一目編みますできるだけこう糸が外側を通ってた方が糸始末なんかツンってならなくていいかなと思うからです きれいな花を咲かせるために木の幹でずっと準備をしていたんですねみたいな話だったと思います皆さんの夢も叶うようにずっと準備しましょう <laughs> にしろやとあ奥編んじゃったけどここでこれ間違えないでくださいね私間違えてこっち切っちゃったことあるので あ、はあ、違うのだったと思って。えっ、ー、と、この間、伊賀屋さんの靴下をやった時みたいに、えっ、ー、と、もう、ここで糸始末しないでおいて、この糸に縫い刺すっていう手もありかなと思います。ちょっと太くなっちゃうか。色がグラデーションみたいになっちゃうかな。ピンクと。でも裏でにこう、縫うのがちゃんとした糸始末ですが、えー、と靴下を、 が、まあ、終わってからそれをするのが面倒だし、緩いまんまずっと編むと、さっきみたいにここの端っこみたいに大きい目が出てきたりとかして、ちょっと面倒なので、もう糸始末をしちゃっています。でこの糸始末の仕方もね、いろんなバージョン。ここに、こっちの糸をここ,こから縫っていって、 で引っ張るっていう手とかいろいろあったんですが今のが一番簡単だと思っているので今の方法でしていますもし何かあの簡単でしかも糸をねもう少し使わない方法があったらいいななんて思っているのでご存知でしたらお知らせください教えてくださいということで今回はこのツートーンこのシーンぐらいしか 撮るところがなないような気がします、えー、と楽しかったらこのまんまあの完成しましたっていう次のシーンを撮りそうな予感がしますがそしたらごめんなさいこの糸を今のうちに見て楽しんでください。撮るのよりも楽しむのを先になってしまって申し訳ない。で今 オーダーをいっぱい仕上げたいなという気持ちがめきめきと春だからか <laughs> 湧いてきたのでできる限り最後までたどり着きたいのでガンガン編むと思います。ということでこちらの水色もちょっと今の時点でツートーンかどうかは見えづらいかもしれませんが。 こちらも楽しみながらどんどん編みたいと思います。えー、とさっき4段目で一番最初に下から引き上げた目のところも、そのまま普通に編んでいっていいです。えー、とここだけちょっとピンクが引き上げられて、ちっちゃくなってるっていうかの目なんですが、そのまんま編んでってみてください。ということで編んできます。 ツートンカラーの靴下編み上がりました。どうでしょうかこのつなぎ目。ちょっとここ大きいかな。で、かかとがガセットヒールです。ガセットヒールにして、34目でガセットヒール、ガセットの部分は11、11で22という感じで。で えっとこのかかとの脇に穴が開かない工夫をしてから34に戻ったのをまた36に増やし目をしてどこでだったかな増やし目をしてえっ、ー、と2目ゴム編みをしましたこうやってみるとあなんか細いなーって思うんですけどちゃんと伸びるんですねでえっ、ー、と履く時はこの状態じゃないのでちょっと水通しバージョンも 今回は比べてみたいいと思いますこちらですあちょっと色が違うかなこれ水通ししたから色が違うわけじゃないと思うんですけど気のせいかなあこうすれば同じかなでえっ、ー、と吐くとこんな感じになりますもう少し伸びるかなでえー、実はなんか違和感を感じないでしょうか <laughs> えー、ここの部分です。いつも細くなってしまいます。で、こっちの方が広いですよね。全部こうなりたいんですけどで、前回編んだ時の写真、こんな風に編んでくださいっていうイメージの写真なんかもっと細かったので、今回はうまくいったかなと思います。ついついあの、コードとコードの間、マジックループ、ここがきつくなってしまう証拠です。えー、1年後とか。 これを取ったら、また同じのを編んだら、ここチェックして、同じ幅になれるようになりたいなと思います。で、こちらは、ソックハンが、あの、ダイソーさんのカードボードでしたっけで作ったものなんですが、こんな風にもし、靴下の先が緩い場合には、あの、まな板シートバージョンを作っておいて、こう、ぐっと伸ばして、できるだけ伸ばして、えっ、ー、と、乾かした方が、 目が伸びて綺麗に映ると思いますこちらもこっちが段差がない方ですねこっちうーんこう見たら分かっちゃうけどこれならありかなこんなバランスですという感じになりましたここは 22cm でで36目でいったのでちゃんと伸び縮みして緩くていいと思いますあ水通しすると。 伸びる伏せ止めはこんな感じで落ち着いてくれます履いても履いたりするともっと普通に伸びてくれると思いますで、残りがこれくらいとこっちはこれくらいあるので逆バージョンとかも面白いかもしれないですねこうこうとかねで左右こういう逆にして履くっていうのも面白いかもしれませんね ということで今日は手染め糸で編むツートンカラーの靴下でした今日も最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう